スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。こんばんは、キリンの川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えるために日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーは辛い時、苦しい時は IQ サプリのエンディングで伊藤史郎さんの頭に大量のもやっとボールが落ちてくることを思い出して元気を出しているこちらの方です。いやー、あの時伊藤史郎さんどんな気持ちだったんだろうな。俺も頑張るぞ、天使向井です。よろしくお願いします。今夜のゲストは兄弟コンビ、こちらの方です。どうも、ミキです。よろしくお願いします。お願いします。亜生です。よろしくお願いします。おはスタ終わりで、あら、ありがとう、飛び出しでテレビ東京さんからただいま到着しました。飛び出しではない一番嫌な2,3 時間空き、午前中の川島さんのラビット終わり、ラビット終わりたてほやほやで、ラビット10時でしょ、でこれ開始11時なんです、はい、まあまあ今ね、川島さんちょうどいい、ちょうどいい、僕ら7時半終わり、はい、11時終了。いやでもおはスタは反省会が2時間ぐらいあるでしょ。ないですね。終わったらなんかあのディレクターの人が来て、来週もお願いします、で終わりです。アイクヌアラがもう止まらない。いやいや、まあ、止まらない時あります。どうだミキ、なんだ今のは。いやいや、アイクヌアラがなんか英語のなんかインスタグラム見てるのをみんなでこうやって見たりとか、浮かんで見てるのぐらい。スバルさんとかと徹底討論してるわけですよ。ないです。スバルどうですか、そのオハスタとラビット、どっちがやりやすいんですか。ちょっと徹底討論、徹底討論、すごい質問だな。いろんなとこですごい言いにくい、すごいやりやすいとかないですか。情報出てるから別々ですよね。やりにくい、はいはい、そのやりにくい、どっちも、どっちも正直やりにくいよ。いやいや、朝でやることじゃないから。そう、両方で、ね、両方、そのラビットはラビットですごいお笑いのというかバラエティ、いやいや、はい、うん、オハスタオハスタですっごいハイテンション、もうしょっぱなから話す、マジですごいわ、あれは。しかもリハ2回やるんですよ、朝から。もうほんま何時入りなんですか。入りは5時半とかで、さもうカメリハしてリハして本番なんですよ。だから2回リハってくるんで、だって完璧やもん、カメラワークも。あ、そうです、うん、完璧、セリフも完璧、ちょっとでもアドリブ言うもんならすいません押してます、はい、うわ1アドリブで1文字もダメ、1文字も今日は僕がちょっとカメラ睨みすぎてちょっと押したんです。無言でバーって睨んだら5秒ちょっと押しちゃってるんで、ちょっとなんか言うんかと思ってびっくりしちゃったな。すげえ、いつ見ても、いや我々もその日本一明るい朝番組テラビットやってますけど、いや、オハスタに負けてんちゃうかなっていうところ、それぐらいのテンションで結構ありますね。オハスタ終わりのテンションで結構ラビット行きたいぐらい、いや本当にあったまってますよね。ちょうどだって多分7時25分に終わるんで、ちょうどなんですよ、そっから荷物持って、あーそうか、赤坂でちょうど一回だってハライチの岩井くんが来てくれたもん。あ、ほんまっすか。オハスタ終わり飛び出しでラビット、ほんまにそのままの鎧みたいな岩井か、岩井のかかったまま来てラビットと、まあちょっと交流を深めてくれたという、うん、あ、なんかオハスタってこうキャラつけるんですよ、うん、なんか岩井さんとかって岩井とか、岩井なんかあの雷とかでもなんかいろんなキャラやってるんですけど、あるある、ミキにもキャラつけようみたいになったんですよ。あれ、何かキャラつけようってなったんですけど、いかんせん亜生が僕のことお兄ちゃんお兄ちゃんって呼ぶから、僕もお兄ちゃんでしかおられへんようになって、キャラがキャラなくなるってキャラ作れないから、そうね、はい、ミキだけ何もないミキで出てます、プレーンな、お兄ちゃんは、うん、そのオハスタのあの、まあ、言ったら見てくれてる子たちからもお兄ちゃんって呼ばれてるんで、あ、もうでもそういうもんよな、そういう嬉しいですけどね、子供たちからお兄ちゃんお兄ちゃんって呼ばれる、もうすごい存在になりましたよ。いやいや、その存在、まあ、ありがたい話ですが、まあ、ちょっと募る話もあるんですけど、はい、今日はあのネットフリックスサンクチュアリスペシャルということで、ちょっと今日は本当に川島さん、その話したいだけ、いや、そんなことない、もう今頭の中が川島さん、それやるんやったらゲスト呼ばんといてくれ、マジでもう勝手に向井さんとやって、それやったらまた喋りたい。いや、もうほんまにもう、はい、ほんまに3日間で8話全部見終わったところで今見れてなくて、まだ頭パンパンで、いや僕も見ました、はい、ちなみに、あ、見た？見ました。あ、じゃあ行きますか、シコ。いや、シコ、え、今から、めちゃくちゃ一番大事。シコ踏みコーナー。いや、シコ踏みコーナーないの。一番大事なの。サンクチュアリー見たらシコ踏みたなんですか、はいはい、いや、一番大事な。一番大事、シコって一番大事じゃない。シコ踏んどかんと相撲業界では、それやっとったらいいぐらいの、シコって本当に一番大事。シコだけ踏め。そう。点が線になるから。はい、え、張り手とかそういうのが重要とかそういうことじゃない。え、見てない。
え、嘘。いや、見てないですよ。おい、見てくるって約束だよな、お前。おい、ちょっと待ってください。なんだよ、その態度。いや、ちょっと、おい、見てくるって約束だろ、お前。なんだよ、その態度、お前。川島さん、おい、オリラジの、慎吾がエヴァ見てない時の喧嘩のやつやめてください。おい、いや、見てくるって、俺、じゃあ見てないやつと今から喋る。いや、そう、あっちゃんやらんでいいのよ。あっちゃんやらんでいいのよ。あれは見てこいって言われて見てない慎吾も悪いからさ。言ったよな。言ってないやん。口悪い教師。言ってないやん。言ってたら見るやん。愛想笑いしたから、2番の投稿で愛想笑いしたから、慎吾さんが。おい、なんだ今の。それで怒ったから。愛想笑いしたから怒った。違う違う、いいや、見てない、見てないの。そう、すいません。いや、ちょっと向井さんなんか見てそうっていうか、そういうのはなんか先取りしてそうな感じはしますけど、うん、いや、そういうの一番好きじゃないの、ね、なんか、うん、いや、そうなんですけど、いや、そうなんですけどね、やっぱドラマかと思ってちょっと先延ばしにしてしまいました ね、まあ、ねドラマか。じゃあ3人で喋るか今日は。あ、ね、じゃあ3口割り、あの、僕もおい、お前影響おい、見てこいつったよな。もうええって。おい、もうええって。マジでどういうこと？二人？じゃ、二口割りじゃん。いやいやいや、そのせめて三口割りよ。ほんま四口割りがよかったけど、今日二口割りよ。じゃじゃ、あっちの三じゃない。三口割り。正義切り。二人切り。いや、今芸人視聴率とんでもないですよ。とんでもないというか、いやいや、昨日も昨日ね、ちょっとラビットやったんですけど、ラビットもう CM ない、まあ。いや、そう。ずっとみんなが三口割りの。基本的にラビットの CM の間ってそういうネットフリックスとか、はい、なんか今流行ってるドラマ映画の話するんですよ、うん、で川島さん若月さんみんなでするんですけど、あ、なるほど、亜生がほんまに何にも見てないから、そのいや、ほんま止まるんよな、止まる、話止まるし、亜生がこれから見ようと思ってるんで言わないでくださいって言うんですよ。いや、つのせいねん。なるほど。ほんで結局見ないの、それ見ないの、だから俺ら喋られへん。単純に喋られへん。楽しい。あ、これネタバレになるから。そうそう、いや、何を見たんじゃ、逆に最近は何、ジュマンジ、ジュマンジ、あのスゴロク、スゴロク、お前ジュマンジ何回見んねん。どんだけ好きやねん、ジュマンジ。そんな一生でジュマンジ見るもんじゃないよ。何回見んねん、もうええってジュマンジ、一回やめろ。覚えたやろ、ジュマンジ。いや、はい、じゃあジュマン、新しいのも見てほしいのよ。いいんだよ、サンクチュアリはね、今ホットですからね。めちゃくちゃホット。そんな面白いんすか。その芸人も出てんねやで。芸人出てんすか。めっちゃ細田知ってる。めっちゃ細田。知らん。めっちゃ細田ね、もともと大阪でやってた相撲芸人、もともと力士やって、ほんまに力士やのにちょっと体型細いからめっちゃ細田っていう名前でピン芸人やってたよ。もう今めっちゃっていう名前に改名して、サンクチュアリ出るために40キロ役作りで太った。えー、すごっ。そしてもう準備期間、あれね、今サンクチュアリで8話でやってるけど、2年半ぐらい準備期間入れたら取ってるんだって。でそれがもうすごいやん、40キロ太って。ほんでめっちゃいい役やで。ああ、そうなんですか。いい役。めっちゃだから、めっちゃいい役ですね、本当に。あの、しんべヱさんが100人ダブルアート、ダブルアート100人あの当たり前みたいに。そうなんですよ、びっくりした。なんかごめんなさい、忍たま乱太郎話かと思うじゃん。友達喋ってる。それお前ニューヨークジャックでも同じボケしてた。いやいや、それええやん。いや、見てんのかよ、ほんで。それ見てんのか。ニューヨークジャックでもしんべヱさんって言われて、忍たま乱太郎ですかって同じボケしてた。同じボケしてた。お前な、一回な、寝よう、ほんまそう。あなたほんまに恐ろしい。何でた今の。いや、川島さん経てますか、ニューヨーク。当てた飛んでんの、ほんま。どうなってんの。怖い。してたもんだって、忍たま乱太郎で。ニューヨークなんかちょっとだけ笑い起こってたもんな。いや、ちょっとだけって冷めるな。嫌な言い方するな。全じゃないけどね。全部笑いじゃない。中笑いで。全部見てますね、ほんまに。いや、たまたま。いけや、見る。部屋なんか管制官の部屋みたいな。監視してる。多分。すごい。8×8 のモニターがないとおかしくないですか、あれ。川島さん、マジで。チャンネル数多いぜ。64チャンネル見てんの。いや、ほんまおかしいけどな。いや、それ今のサンクチュアリ見る時間もあるのもすごくないですか。いや、そうなんですよ。8話ですよ、うん、8話でどこで見るんですか。そうそう、ほんま。いや、家で寝室で見てますよ、ちゃんと。その休みを丸潰ししてやってるんですか、それ。いやいやいや、寝る前1時間見てんの。でも3日でしょ、3日で見終わった。あ、でもその時は土日やな。だからもう2話、2話、2話、うん、1122のペース見たね、その1週間で見たね。マジで。その合間、嫁にキスとかしないですか。
うん、あ、全然全然、嫁にもサンクチャリ、嫁にもサンクチャリ、何言ってんの、合間でそれ、な、嫁にもサンクチャリ、下ネタ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 、見た人分かるよね、見た人分かりますよね、あ、そうか、聖域ってこと、聖域、それも、すごい下ネタ、思考踏んでます、思考踏んでます、よくないよくない、よくない、サンクチャリも聖域も思考も全部下ネタ、何がやねん、なんか見てないから、その思考変な風に捉えんねやろ、そうだ、見てた、分かんの、今、分かるやん、分かるもん、思考が一番大事、見てみようかな、じゃあ逆に向井さんが今ハマってるエンタメ、エンタメですか、はいはい、もう何でもいいですけど、アニメで言うと、はい、あの推しの子っていう作品が、まあ、これ漫画でもね、はい、あ、これがもう第1話90分なんですけど、すいません、これ知らない、でも相撲のやつもね、押し残ってる、じゃあその押し出しの押しじゃない、鉄砲、それサンクチュアリやで、サンクチュアリのこと、お前それ押し残ってさ、鉄砲だけで言ってない、聞きの子もいるよ、いや、そういう技でしょうけど、違う違う違う、押しの子はその押しじゃないの、押しの子はもうとんでもないよ、そう、めちゃくちゃ面白い、でもこれ全員が知ってる話題じゃないと、なんか喋りちょっと見つけたいね、じゃあ、はい、亜生さん言ってください、亜生さんが今ハマってる、エンタメ、エンタメですか、釣りバカ日誌です知ってるけどさ、シーズン何よ、あの全部ずっと見てます、全話、全話でマジでラジオで、ほんまに今釣りバカ日誌の話しよるんですよ、その今熱いの、今熱いんですよ、昨日見たんは釣りバカ日誌の回で浜ちゃんが、はい、浜ちゃんがあのね、いきなりね、あ、コンドーム買いに行こうって言うんですよ、うん、コンドーム買いに行こうって、はい、うん、スーさんが何すんのって言ったら、これね、コンドーム切ったら、切って針につけるでしょ、そしたらね、これ疑心なんだよ、で釣れんだよ、ワームみたいなね、そう、その回がね、宮沢りえさんなんですけどね、ああ、ヒロイン、はい、ヒロインが、そしたら、ね、浜ちゃんがね、あの薬局に行ってね、いきなりピーンって入ってね、コンドームくださーいって言うんですよそしたら宮沢りえさんがパッて来て、うん、はいって言ったら、もう浜ちゃんもう綺麗すぎて、ああ、恋しちゃう、店員さんが、そう、店員さん、うん、コンドームですかって言って、いや、土方歳三って言うんですよ、なんかもう わけわからんけど近藤勇、近藤勇にかけてかけてな、今新選組のメンバー言ってたみたいな、それがめちゃくちゃスーパーボケ、違う、それ30年前の作品や、はい、今すごいハマってて、ハマってんな、昨日見たって言われてもそれ昨日見て、昨日見てたんです、いつも見れるやん、だから今ホットな、そのそれもね、ちょっとネットフリックスで釣り箱も同じ温度ではないですね、いや見たよ、俺も全部見てるはずやねんけど、いや面白い、今言われるか、無理か、ないっすね、あれがすごいんでしょ、青のオーケストラ、あの NHK でやっている、NHK の、それこそあのエンディング粗品が作詞作曲やってる、すごいな粗品さん、ちょっと前に言ってたでしょ、今アニメ業界天心向井が引っ張りだこだっていう、向井さんが全部 MC の仕事やったり、はい、あの配信イベントも全部やる、すごいっすね、まあ、正直ギャラもめっちゃ高い、今アニメ業界っていうのは、はい、でちょっと前までハライチの岩井くんと向井くんの二大巨頭やったんですよ、はい、はただ岩井くんがポカポカ始めたんで、ああの行けなくなっちゃったと、はいはい、そんなにフットワークが、はい、でも今向井一人勝ちという今日時代、もうイベントとかフェスとかあったらもうライブスタンドみたいな規模でやるんやけど、はい、もう向井が MC やってどうもあれでしたっつってもうはけたら違う舞台にそのまま向井上がっていって、もうブースの日もう MC 掛け持ちで、はい、休むことなくて、もう向井確実に一生飯食えるって言ったところ、粗品さんがアニメのエンディング作詞作曲までして、はい、もうオーケストラめちゃくちゃかっこいい曲やりだしたことになって、しかも粗品アニメの仕事めっちゃやりたいみたいで、なんか今引っ張りだこらしいです、詳しいですもんね、だって詳しいし声優さんの話もいけるし、リハからめちゃくちゃ全力でやんねんて、で向かいバブル終わったらしいですあれ、あれなんかしたなんか顔が見えてるの、いやなんか向井さんの調整時の喋りしてたのにずっと顔が暗いからなんか怪しいなと思ったんですよ、顔がやたら暗い、いや噂でしょ、転生界の噂ですけど、なんかそのいきなり向井バブルもう一生続くって俺は断言したんですけど、粗品が帰ってきたことと、あと岩井さんがもうポカポカになれてアニメ仕事も再開しだした、あーやばいやばい、そっちもちょっともう今だから粗品さんと向井粗品は今すっごいらしいです、需要が、そうそうそう、だからもうあの岩井くんがいなくなったとこ俺一人かなと思ったら粗品くんが入って、はい、で、まあ岩井くん帰ってこないかなと思ったら岩井くん帰ってきて、帰ってきた、今岩井くんと粗品でやってますよあれ、あれ、いつからそんな、いつの間にか、はい、あれ、グングングングトップやったんですよ、グン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 って、はい、左遷されて、はい、
そうですよ。バブルはペリっていう、はい。でもその分野があるじゃないですか。アニメでもここ強いとか、うん、そういうので攻めていったらどうなんですか。その粗品が強いとこ、うん、もちろんありますし、はい、そのね、うん、岩井さんが強いとこもあるけど、うん、向井さんがここ、ここはもう向井さんやみたいなとこ見つけたら、そこの路線は向井さん。倒せる。そんなんはないよ。ないよ。呼ばれたとこ行ってたんやから。いや、それでもな、うん。粗品ボカロが強いとか。あ、作詞作曲までやられちゃうと。だからそこじゃあ、向井さんもそこ作詞作曲とか、はもう入り込んでやったら。歌も歌までやるとか。よいしょ。よっ。ああ、なるほど。よいしょ。あら、それ。よいしょ。はあ、青のオーケストラだ。よいしょ。おもろ。おもろ、おもろアニメ。よいしょ。やった、やった、NHK。はい。これが、俺のアニメ動画。はい。それでは、ここで一曲お聴きください。うぜえ。向井聖太郎さんで、俺のアニメ動画。あんやあんのあんねや。オンエアで終わります。プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時、最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには、髪の毛そのものとその土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで2009年から13年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを始めてみませんか？詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。キリンの川島明です。電子向井です。ミキの昴生です。亜生です。今夜はミキの二人を迎えてこんな企画をやります。はい。あいつだけわからないクイズ。おー、爆笑。爆笑ですか。さあ、あ、これ読んだらあかんのか。あ、いや、ない、書いてない。書いてない。一同爆笑。そんな台本なわけないでしょ。台本下手やな、じゃあ。お笑いポポロの人が書いてるから。いや、じゃあ下手です。一同爆笑とか書いた記事みたいな感じで勉強してほしい。今からですね、一人が出題者となって他の3人に向けて自分の考えたクイズを出します。はい、ただクイズを出す人はそのクイズに一人だけ不正解しそうな人を申告してください。はい、3人に答えてもらって見事申告した一人だけクイズを間違えたらポイントゲットです。うん、なので他2人は正解してないといけない。あ、なるほど。あと狙った一人だけが答えられない問題を考えてもらうという。俺は向井が答えられない問題ですって言っても、はい、向井正解、亜生正解で、昴生間違えてもこれはポイントにならないです。なるほど。はい。指名した人だけが間違える。うん、他の二人は絶対正解するっていう。はい。ピンポイントで狙っていっていただいて、うん、まあこれクイズガチ勢の、はい、昴生さんのための企画でございます。これはもうガチ勢ですよ。はい。もうクイズ番組すべて NG なしで出てますんで、僕は。全力本気。全力本気。すげえ、はい。どんだけスケジュールがキツキツでもクイズ番組出ます。はい。この前の潜在能力テストがありまして、はい、フジテレ。まあ、京都のなんか特集みたいな。京都チーム。うん、代表でやったんですけども、代表で僕ら出たんですけども、はいはい、最初の問題間違えて、あの普通にへこんで静かになってました。ナオさんじゃん。クイズも元気になる最後。クイズを。ガヤ言わない。言わない。ガヤも言わない。ショボン。ショボン。ショボンです。勉強してるのちゃんと。勉強、とりあえずなんとなく勉強して行ったんですけど、勘が外れてしまってね、なんかそっからも。あ、いや、まあ勘が。うだんじさんと同じスタンスで。収録に臨みました。うだんじさんも黙ってても絵になるんですよ。そのスタンスで。いいですか。はい。ちょっと今日はマジでクイズ力。クイズね。はい。じゃあ俺からいきますか、もう。あ、はい。まあお手本で。はい。ちょっとね、いろいろほんまに考えてきました。え？
オリジナルクイズ。いやオリジナルというか、まあそのあなるほど、これは盛り上がるぞっていう、ね、うん、めちゃめちゃおもろいぞ。ありがとうございます。ハードルおかしくないですか？あんまりクイズで言わない方が良いですよ。良いっすよ。気になるのは良いっすよ。良いっすよは、まあ、俺の個性だと思って。ちょっと気になりました。個性が出た。個性、個性、今個性なんすか？良いっすよは個性。個性の前で。いやいや、そう、言い踏んでるわけじゃない。うせやな。そうなんすか。違う。じゃあね、これはね、はい、汗だけ分からへんのちゃうかな。え？なるほど。汗は間違えます、クイズ。じゃあこれちょっと難易度高いかもな。はい、ちょっと年代で攻めたいな。ああ、なるほど、はい。なるほど。汗は答えられません。はい。ね、します。はい。問題。はい。平成30年間のテレビ CM 出演タレントランキング。いわゆる平成30年間の中で、一番コマーシャル出た人は、上戸彩さんです。はい、ああ、すごい。ね。もう。2位が木村拓哉さん。はい。3位誰でしょう。うわあ、いい問題。いやー、いい問題やな、本当に。まあ、上戸彩さんですよね。そうですね、そのイメージは。基本的にやっぱ、上戸彩さん、うん、ずーっと出てる。今も綺麗。今が綺麗。でも、今がね。逆に好き。で、2位はやっぱ、キムタク。はい。3位が。いやー。これ難しいな。そうね、男女がもう出てるから。じゃあ逆に4位、5位言うわ。はい。ああ、ありがたい。します。はい。4位。はい。阿部寛。でもまあ、出てるか。5位。綾瀬はるか。あれ？なるほど。です。これを言っとかないと綾瀬さん書かれそうなんで。うわ、30年、ね、よく思い出して。俺年代って言いましたね。そうですね、うん、汗さんは若いですから、うん、お二人は分かってくれ。向井と構成分かってくれ。はい、もうこれかな。じゃあ向井さん、はい、どうぞ。どうだろう、広末涼子さん。広末涼子さん。汗さん、広末涼子。あ、構成藤原紀香さん。正解は所ジョージさん。分かるか、分かるか。導き方変だよ。導き方変だよ。そもそもやクイズ番組の MC できへんで。そんな導き方やったらおじさんやん。おじさんって言っとんやけど、ちっちゃい子供頃から見てるって。そのミスタードーナツとか見てたやろ。いや見てましたけ けど、え、導き方下手やな。そうなんやって思ったな。いや、守るも攻めるもって言った方がよかったじゃん。いや、それやだ、もう所さんしかいないけど。そうなったら、うわー、うわ、僕絶対広末さんやと思ったのに。ここで広末さんになっちゃうか。でも世代的にね、ちょっと上かなと思って。ちょっと所さんはちょっとあれも正解できない。ちょっと、ちょっとそれは所さん、それはちょっとやりすぎやな。クイズが、クイズが。じゃあそんなこと言ってる四股の山、行こう。四股の山、俺のことかな。バリカン山。四股のバリカン山。誰がちゃん河合さんの昔のコンビ名。四股のバリカン山の向井さん。はい。どうしようかな。じゃあ不正解しそうな人をまずは申告してください。はい、僕も亜生くんが。ええー、亜生は無理。亜生は、ね、狙い撃ちが、ね、年齢やね。そうなんですよ ね、 すね、うん、じゃあ行ってみます。今吉本新喜劇の座員で、活躍してるあの滑舌の悪い諸見里大輔。はい、諸見里大輔、はい、2011年までコンビで活動してましたが、そのコンビ名は何でしょう。問題。それはあるな。危なー。これは出るんちゃうか。言いそうやったもん。危、はい、ねー。途中で。トークの途中で言いそうやった。ああ。うわ、僕。元フネララのねって言いそうやった。よう、危ねー。今飲み込んだ、今。よし。危ねー。でもこれ、亜生が正解したら終わりやからね。そうですね。あ、そうですね。俺と昴生が。亜生は、正直、その、諸見さんがやってはった時、コンビでやってはった時はまだ芸人じゃない。芸人じゃない。僕、ギリ芸人なんですよ。そうか。ライン的に。僕は一緒に舞台とかも出させてもらってるんで。あ、めちゃくちゃいい。いいよね、いいよね。いや、あるあるある。結構リスナーさんは分かってる人多いかもしれない。そうですね。聞いたことあると思うんですよ。せやな。いや、あーとはなる。うん。そのむちゃくちゃなこと言って、だってコンビ時代も結構出てたもんね。出てました、出てました。はい。川島さんの回答は？ハム！ハム！そして、こうせくんは？ハム！ハム！そして、亜生くん！ストリーク！はいどうはいどう出た、吉本さん。ストリークもいいですね。いい、正解！やった、ありがとうございます。ちょうどいいところ。よっしゃ。ストリーク。山田スタジアムじゃないですよ。山田スタジアム。ほんまに知らんねや、ハム。ほん、いや、聞いたら分かりました、ハムさん。めっちゃいいとこやったんや。はい、そうですね。オールザッツも見てましたし。あ、そうか、もう見てんのに。はい、よかった。うわー、ちょうどよかったっすね。いい、向井さん1ポイント。そうですね。じゃあ、亜生さん行きましょう、はい。これはね、でもね、さっきの感じやとな、
多分これ難しいな、お前の指名が一番。そう、やっぱり川島さんは知ってる、絶対に知ってる。この世の全てをな。この世の全てを知ってるんですよ。知性の勘。はい。でもここ二人が、ぽっちゃりメガネ。ぽっちゃりメガネ。ぽっちゃりメガネって、ま、お兄ちゃんしますわ。お兄ちゃんは不正解する。不正解すると思う。いい問題ですね。はい、いいですか。はい。釣りバカ日誌の、宮沢りえさんの回。で、スーさんが、いきなり、泡吹き出します。なぜでしょう。言うてくれよ、もう。泡吹き出す、はい、その熱で喋れんねん、釣りバカクイズ。まあでも、この、結構、この宮沢さん回では、結構ここは、あの、なんていうか、面白い部分で、多分みんな覚えてる感じ。うん覚えてるか。いやいや、だからもうこのテンションで分かってくれよ。もう無理やってこれ。無理やって。うん、じゃあ誰から発表しますお前だけやねん。トーンだなぁ、うん。釣りバカ好きで、それ。じゃあ、うん、向井さんからいい。俺から、はい。いや、もう何の自信もないよ。じゃあ向井さん、お願いします。はい、浜ちゃんのミスで会社に数億円の赤字を出した。あー、なるほどな。コメディ的な。はい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 。はい、なるほど、そういうことか。はい、じゃあ次はお兄ちゃんいきましょうか。お兄ちゃん、お願いします。でかい魚が釣れた。くぅー、うんうんうん、まあ、でかすぎてな。でか、魚がでかすぎて泡吹く。まあまあ、今までの結構でかいの釣ってるから、それどうなんかな、慣れてるかもしれんけど、まあいいか。下手くそ、MC。わからんて、俺。川島さん、お願いします。不意に、恋太郎にボディーを殴られた。恋太郎ちゃんの息子。浜ちゃんの息子、恋太郎。パチンと入った。まだ恋太郎。遊んでるつもりが。6歳ぐらいなんでね。恋太郎そ、残念です皆さん不正解もう成立したらまだ3人とも違うねんから。二人だけ。正解は、ハマちゃんが、フグをさばいてる間に、フグの肝を触った手で水飲んでしまい、泡を吹いてしまった。その後、理由を喋るも、泡吹きすぎて何喋ってるかわからんです。残念です、ね、どこまでそれどこまでだから僕も分かんないですこれ多分フグの泡ですやってんのかなって分かんないです。なぜかって言ったらスーさんが泡吹きすぎて理由がもう何を喋ってんか分かんないですよ。うぐるぐるこんな未来想像してないのよ昨日の晩から俺はクイズでああ惜しいとかやりたいな、ね、そんなんがいいですよね。ハマちゃんがとかじゃなくて、うん、違うんです。ちょっと頼むわ、はい、お兄ちゃん任せてください。僕は、はい、じゃあ、うん、向井さんだけがわからない。はい、ない向井はわからない。はい、僕、うん、数大好きなんですよ。キングカズ。キングカズ！はい、向井さん、スポーツ弱い。よっしゃ、数大好き。はい。数が、まあ、ブラジル行って、いろんな海外のチーム行きました。はい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 、はい。クロアチアに行った時のクロアチアのチーム名。うわー、無理やな、これ。何やったっけな。頼むわ、川島さん。川島さん頼るよ、こんなん。絶対出てくる。川島さん絶対出てくる。ちょっと待ってや。川島さん絶対出てくる。いやヒントヒントヒント、向井さんヒント言うても。あ、そうやな。あー、そうかな。わからんから、一文字目。ザ。お願い。ザ。ザ、若いとこ。ディナモ、ザ。おい、そこまで言う。もう。はい。わからん。まあいいや。はい。じゃあ、まず、向井さん。じゃあ、はい、向井さんお願いします。俺の知ってるサッカーのチームの名前で、はい。ザ・ユベントス。なぁ、そうやね。イタリアでしたっけ、ほんまに分からへん。ほんまに分からんかった。じゃあ、川島さん。どうしようか。ザ・ポポビッチ。ちょちょ、何言ってんの？いや、クロアチアやからもう。あ、なんとかビッチ。ビッチとか。シロビッチとか。アサノビッチとかいたから。あ、痛いはずれ、ハセイ君も言っちゃって。ザ・グレブ。正解。いや、これは、俺は、そのさ、はい、あ、ブラジル、サンパウロとか言ってくれないと。ああ、そっち？ブラジルの。それは簡単すぎるもんな。いや、向井なんか何も知らんと生きてきてんやから、それでバンって言ったらよかったよ。生きてきてる。傷つけって。生きてきてるの方じゃないですよ。生きてないって？ドライミングやろ。言うてないよ、そんな。いや、いやこれはでもいい。いや、こういうこと、こういうこと。こういうのでしょ？オッケー。それでスパンと抜いたら気持ちいいもんね。問題！いいですね！いいですね。問題出すっていいですね。いいですね。いいですね。最高だ。はい。オール巨人師匠は、何曲も歌をリリースされております。うん。ありがとうございます。2016年、男の子守歌をリリースされましたね。はい。亜生さん、たまによく歌われます。はい。男の子守歌。カップリング曲は何というタイトルでしょう。これは、誰が答えれないですか。向井さん。俺か。うわー、全然わからん。そうなんです。
いや、これお二人はね、お世話になってんねんから。よっしゃ、ラッキー。これはいいとこいっちゃえんじゃん。まあ、リスナーの皆さんから。これ生放送じゃないんでね、メール送らないでくださいね。ちょっとこれは。これ答えられないとね。なんか、ちょっと、男の思いが。一緒が強いよ、そして、カップリング。こういうの、今日でしょ、ほんまに怒る感じの人やから。どこなんで言うよ、向井はしょうがないな。まあちょっとはい、俺が失礼よ、向井は知らんでとか言う、はい、だからお二人はこれ正解して、うん、じゃあもう大ヒント出そうか。お願いします。ああ、それ、はい、すいません、いっぱいあるからやろ、はいはい、いっぱいあるからこう。そうなんです、どれがカップリングかなと。ああ、そうです、そうです、そうです。夢ロマンはシングルですからね、はい、夢ロマンシングルね、はい、だからまあ男の子守唄と、まあ大阪ほにゃららです。はあ、半分言うてるやん。ごめんね、 1ポイント欲しい。お世話になってるっての大きいですもんね。いや、ほんでずっとね、その恋また恋とか歌ってるやん。はい、ね、男の子もレターは結構歌ってるもんな、アセイは、はい、特にアセイはもう100%。アセイはそうです、うん、はい、僕はただその曲を聞いて突っ込まされてるだけなんで、いや、それはあかんよ、連帯責任や。だってあれやれってお兄ちゃんに言われて歌ってるんですよ。いや、それよくない、一番聞こえ方よくないですけど、無理やり歌わされてるって何ですか。そうそう、無理、お前が好きで歌ってる。オッケー、じゃあもう間違えてると思う。向井さん、はい、男の子守唄のカップリング曲、はい、中条かな子さんとのデュエット不倫です。知らん、知らんって。いやー、それでね、それもあるアルファベットでちゃんと書いてるポイントが高い。不倫、うん、非常にいいですよ、はい、違いますか。これもね、のね、30年ぐらい前に出された中条かな子さんとのシングル、はい、不倫。いやー、むかい、いや、今日は、いや、ボケに、なんか、ボケに知らんけどボケて、なんか知ってますみたいな、巨人師匠ポイント多分。ほんまにあるから。はい、まあ、巨人賞の歌はね、はい、これは知ってます。大阪って聞いてましたよ、はい、そのヒントも何も得ず、これ卑怯やで。中条って聞こえた。そうです、すみません、中条って聞こえるの、遠い面で中条って聞こえたんで。いや、でも言い間違いやな、知ってんねんもん、はい、巨人賞、これほんまに向井知ってましたよ、うん、ありがとうございます。いい曲、ね、お世話になってます。じゃあ後世、まあ、ここれやってくれたら、ポーラバリーチいけ。じゃあ行きましょう、男の子守唄のカップリング曲は大阪ラプソディ。それお前千里マリさんの上沼さんやんか、それ。いや、だからそれのカバーかな。いやいや、かさないんやろ、うん、まあいいわ、じゃあ汗だけな、正解で、うん、大阪、はい、大阪、恋しぐれ、大阪恋しぐれ。いやいや、今作ってない、なんか俺の顔色見て、その恋まで合ってますかみたいな顔。じゃあこの問題はちょっと良くないな。僕この曲じゃない、なんかそのカップリングで好きな曲じゃなくて、もう一個あるんですよね、巨人師匠の好きな、あのアルバムに入ってるやつで、巨人師匠から留守電入ってるっていう、あの曲あって、電話かかってくる、知ってます、アルバムで。普通にプルルプルルから始まるんですよ、うん、でガチャって言ったら、あ、もしもし、僕どないしなや、なーに落ち込んでんねやな、元気出さんとな、そんなこと落ち込んであかんあかんな、元気出して、あんな下向いてあかんで、ほら、まだね、ずっと、これ一曲入ってます。それが僕、一番好きで。それが、はい、どうすんのカラオケ。何なんの、カラオケで。どうすんのカラオケではないです。ロンだけ入ってるもん。どうすんのカラオケの喋りだけの。正解は、大阪ロンリートナイトでした。うわー、そうや、そうや、出てきてるやん。うわ、ほんまや、それや、惜しい、ほんまや。ラプソディって書いてますけどね。うわ、そうや、なんかそういう、その、ロンリートゥーナイや。そこは分からへんけど、ちょっと言うな、それそんな要求。いや、じゃ残念でした、なんか申し訳ございません。これはちょっとやめて、こういうの、そういうのは、そういうのやめて、それはやめましょう。それは意味わからんで、クイズやもん、ただの。いや、だから俺は2人が知ってると思って巨人師匠のことをずっと言うから、そういう間違えてやつ当たりやめてくださいよ。今日のエンディングテーマ大阪ラプソディです。あ、ラプソディちゃう、ロンリートナイト、ロンリートナイト。じゃあ出してむかい、はい、天むか、天むかが、じゃあ川島さんが知らないやつで、はい、いきますか。アニメオッドタクシー、オッドタクシー、あー、やられたー、はい、やられた、そうか、そうなんですよ、オッドタクシーや、オッドタクシーがありました。お前ら、そんな、大丈夫ですね、大丈夫、いや、ちょっと怖いわ。俺は、だから俺はな、だって向井はオッドタクシーの仕事めっちゃやってるし、ミキ、はい、の2人は声優やから、はい、こんなんずるい、俺だってファンやん、ただの。すいません。はい。これはどうした、どうした、おしっこ、
おしっこじゃそこでして。え、いいの。田舎のおかんやないのか、こんな。はい。ラジオ撮ってんねんから、おしっこじゃそこでして。自信よくないやん。ちょ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 、聞こえんで。結構すごいんやで、まだ、その勢い。音タクシーね。まあ、悪徳警察官出てきますよね。はい。はい。その悪徳警察官の名前は、うん、大門兄弟ですが。大門。そうや、大門兄弟です。それは知ってるよ。はい、その大門兄弟は一体何の動物でしょう。はあ、よかった。ナイス向井さん。よかった。怖い。だって答えられへんかったらまずい問題出すやん。ほんまに。なんでこっちにプレッシャーがあるクイズになってんの。知らんうちに。プネ。はい。いいですか。いいですよ。はい。はい。じゃあ、亜生。はい。亜生。ミーアキャット。昴生。ミーアキャット。川島さん。俺犬。犬。正解は、ミーアキャットです。ということで、向井1ポイントです。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。この中で、はい。落としてもらえません、その。はい。なんか、ま、僕らも答えられるみたいなやつにしてほしくて、はい、その普通に、はい、1ポイント取られても、はい、なんか僕らもミーアキャットさすがに分かるっていうか、はいはい、まあイージーな問題、アニメ好きやったらなんかそこの細かいところ、そう、大門兄弟の下の名前とか言われたら、まあまあ、そうそう、うん、いや、それは、いや、覚えてへんのかいのあれか、はい、がちょっと、まあ、かなと思ったんです、うん、うん、そしたら犬やと思ったけど、ごめん、いやいや、ミーアキャット、ミーアキャット、犬って1ポイントですって。それでいいんかなって。それでいいんかなって。向井さんは1ポイント。はい、もうええねんけどな。ええねん、全然ええねんけど、はい。俺が一番ガチ勢だったってことですか。まあちょっとそう。まあまあまあ。いや、ほんまに取りに行った。まあまあ、ほんまに取りに行った。いや、クイズに対してはガチ勢ですね、はい。クイズガチ勢ですけど、はい。いいですけどね。いいですけどって感じだけど。まあ、さっきの粗品の話してるときと全く同じ顔してはる。顔してますよ、なんか急に。ギューって目、黒目ちっちゃな。黒目ちっちゃなったから。映画本当に。大丈夫かい？いや、そうですね。楽しくやりたいんやけど。いや、俺も楽しくやりたかったんですけどね。何なんだろうな、俺も昨日の晩とは全然想定が違うことになってる。それぞれのやるから。あ、まあ。変わったな。あ、そうですか。変わったな。あ、そうですか。はい、すいません。コース行く？行きましょうか。うん。いや、これなぁ。ここ、いいですか？じゃあ、もう、向井さん。ねら、やっぱり向井さん。俺。ちょっと向井がトップやから、うん、今。確かにね、はい。向井さんが知らない。うん、もう、これ知ってたら怖いな、でも。ラビットで、僕が、とある人と入れ替わったというか、とあるキャラで出た時が何週かあったんですよ。うん。それがもう、とにかく大人気キャラになって、ラビットで。ラビット、そいつが引っ張ってんじゃないかって言われてるぐらいの、僕のキャラがあるんですけど、それのキャラ名。教えていただきたい。キャラ、はい、キャラね、入れ替わってなんで暗い顔してんの。いや、あ、なんかそういうあれね、そういうあれなの。はい、書けました。じゃあ、まあ、うん、亜生から。はい、うんこ太郎。ちょっと待って。違うやん。じゃあ真面目なこと、そんなキャラでラビット出たことある？俺がうんこ太郎って言ってないやん。そんな違ったかな。あ、うんこ太郎で出たことないやろ、ラビット朝の番組で。いや、僕覚えてなくて。そんな、おはスタにもないで。キャラじゃなかったっけ。そんなキャラなんか一切出てません。お前一緒に出てるやろ。うん、記憶どうなってんの。ごめんなさい。川島さん、じゃあ、お願いします。はい、嘘つきクソ野郎。です、こいつは。ちょっと待ってください。ねえ。だって、昴生さんで人気になってキャラがいないから。今んとこなかったんで。僕は。はい、そいつがラビット引っ張ってるみたいなんですけど、はい、それは、そんなキャラはいないので。ラビットは全員でっていうか、まあその、いや、まあいるよ。それで山添がバーッと人気になったりとか、はいはいはい、その大木さんの劇団が人気になったりとかあったけどな、はい、でもその昴生がなんか引っ張ったみたいなキャラがいるってことでしょ、はい、ということはダウトです。嘘つきクソ野郎です、こいつは。今金髪豚野郎みたいな。嘘つきクソ野郎、安葉もびっくり。嘘つきクソ野郎です。あの安葉がびっくり。びっくり、小説家になるわ。もう一回ライデーチャイナタウン。向井だけ見てるわ。はい、向井さんお願いします。はい、わかりません。わかりませんよ。そんな、そん、あかんで。そんな、じゃじゃ、クイズ番組で一番ありえへん答え。一番ありえへん答え。25年やったら。一番ありえへん答え。わからなかった。ごめん。
初めて言った今回、はい、かわいそうに。いや、タレントさんがやって、あとでマネージャーさんに怒られるやつや、仕方なかったっすね。そうそう、分からへんねん、もうちょっと。それ言ったら分かりません。はい、変にボケるより、マジでやってる。ガチ勢やから、彼、はい。分かりません。ガチ勢やからじゃなくて、その答えてよ。そんな。分からん。何やったっけ、フューチャーフィッシャーや。フューチャーフィッシャー。いや、だからそれは知ってるよ、俺はね。それは俺知ってるけど、その、迷惑やったから。いいよった。めちゃくちゃ迷惑やったからな。いいよった。やっぱそうやった。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。皆さんはご自宅のシャンプー、どんなものを使っていますか？男性の髪の悩みは千差万別だから、自分に合ったシャンプー選びが大切です。頭皮のベタつき、匂い、フケやかゆみ、髪のボリューム感、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、一つでも思い当たったらスカルプ D シャンプーを検討してみませんか？3つの有効成分配合のスカルプ D 独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言、麒麟の川島明です。天使向井です。ミキの昴生です。亜生です。さあ、この番組はメンズシャンプーでおなじみスカルプ D さんの提供でお送りしておりますが、はい、ミキのお二人はスカルプ D を使ったことはありますか？あ、あります。あの、いただいてそれ使ってしばらくずっと、はい、うん、嫁もスカルプ D さんのシャンプー買ってきてくれて、うん、これでちょっと洗いみたいなんで、はい、すごく良かったですよ、はい、はい、ちょっと僕も頭皮に悩んでた時があって、真っ赤やった時があったんですよ、頭皮が。あ、傷んでるで、ね、傷んでて、それでだいぶマシになりました、スカルプ D さんで、はい、で、まあ本当に乾かさない状態で今日も来たという、はい、あ、え、今そうなんですか、濡れ状態、濡れ状態、そんな、います、濡れた状態で赤さかくるやつ。遅刻寸前。いや、違う違う、乾かしてます。乾かしてるんです、これ。これはどうなんですか、スカルプ D さん的には。スカルプ D 使ってるって言ってほしくないっすよ。何が乾かないと思われない。ちょ、乾いてます。ずっと濡れてると思われてる。濡れてる。濡れシャンプー？乾いてます。あなた、どの期間？あなた。モグロ。モグロ。あなた。濡れモグロ。濡れモグロ。あなた。いや、ずっとこの髪型をやるから、はいはい、なんかいじってほしいんかなと思ってやんねんけど。気に入ってるんですよ。違うの？パーマ。パーマ。気に入ってんのよ。そのパーマいじっていくのもうやめて。長いって。諦めてくれや。こっちのセリフや。諦めてくれ。それこそスカルプ D で洗って。ちゃんとバリカンで頭かって。なんでやねん。すいませんでした。なんでスカルプ D で髪洗ってからバリカンやらなあかんねん。何のために1回洗ったんや、そしたら。来てんねん、メール。はい。あ、すいません。メール来てます。はい、お願いします。あ、その前に向井さんが。はい。なんか言うぞ。なんか言うぞ。紹介や。スカルプ D クール。新製品でございます。はい、はい。はい、こちら特徴がございまして。うん、まず、シリーズ史上最高濃度の冷感成分を配合。あ、いいですね。この時期めっちゃいい。そう、うん、もう本当に頭皮がすっきり爽快になるんで、はい、はい、夏ぴったしの、こちら成分が入っております。そしてマリンシトラスの香りが長続き、うん、これが一番いいね。そう、これが、ね、匂いが、はい、匂いをちゃんとマスクしてくださいませ、はい、特に男性はそうです、ね、気になりますからね、はい、頭皮の匂い、うん、はい、そして、ラストこだわりの成分スカルプ DEX でしっかり保湿、はい、ということで、こちら豆乳発酵液などを含んだこだわりの保湿成分で頭皮と髪を健やかに保ちますと、うん、はい、やっぱりね、涼しいクールな感じプラスしっかり頭皮肌にいいという部分の夏用クールシャンプーでございます、はいはい、こちら数量限定で販売中でございます、はい、公式ストアなどからお求めください、はい、お急ぎください。はい、本当に限定でございますのでね。さあ、それではスカルプ D さんの力を借りて今週はこちらのコーナー行きましょう、はい、スカルプ D で洗い流したい。
失敗したこと、恥ずかしかったこと、腹の立ったこと、そんな洗い流してしまいたい出来事をリスナーの皆さんから募集して紹介するコーナーです。一番洗い流したくなったメールを送ってくれた方にはスカルプ D のシャンプー&トリートメントボトルのセットプレゼントします。さあ、それでは1枚目でございます。ラジオネームカーナビに惑わされすけさんからいただきました。小学5年生の頃、好きな女の子の家に初めて行った時のことです。テンションの上がった僕は当時よく見ていたテレビ番組劇的ビフォーアフターの家の傾きを見るために床にビー玉を置くやつをしました。ビー玉がゴロゴロゴロと転がりました。その日から好きな女の子のお母さんには無視されるようになりました。辛い。スカルプティーで洗い流したいです。そう、ね、めちゃくちゃかわいそうやね。あれがどういう意味かわからなかったよね、はい、あ、なんか遊びやと思ったよ、ね、そういうことか。そしたら傾きすぎてた。めちゃくちゃ欠陥住宅や、ね、辛いな。好きな子の家が欠陥住宅はちょっと切ないですけどね。友達の家でやるようなことではないですからね、それはね。まあまあ遊びやと思って、はい、まあ、仕方ない仕方ない。偶然が呼んでしまったというね。ラジオネーム2階から風邪薬。先日人数合わせで地元の駅伝大会の控えメンバーになったのですが、大会の前日にメンバーの一人が急病になり、急遽自分が走らないといけなくなりました、はい。本番当日、運動が苦手な自分は他の選手にどんどん追い抜かれてしまいました。心が折れそうになりながらも、タスキをつなぐため精一杯走っていると、沿道にいた4歳くらいの女の子が、お母さん、なんであの人歩いてるの?というのが聞こえました。お母さんは静かにしなさいと言っていました。心が折れました。最悪。スカルボディで洗い流したいです。いや、こういう、まあ、現代っ子というか、辛い。本当にね。まあ、正直ですから、子供は。思ってることをね。あと1枚。じゃあ読ませていただきます。はい、これにしましょうかね。ラジオネーム、アドマイヤ・ミチノクさん。はい。サンドイッチマンの富澤さんが、リーゼントで金属バットを持っていたように、昔、卒業アルバムの写真で、一ボケかますやつが、必ず、クラスに一人や二人いたかと思います。ああ、いたな。私もその一人で、小学生の卒業アルバムで、右手で左の耳をつかみながら、財津一郎ポーズで撮影したものが、すごいね。30年以上経った今も、スカルプで流れてました。残りますね、これは。30年。いや、これ、亜生さん分からないでしょ。いや、財津一郎ポーズ。財津一郎さんちょっと分かんないですね。うん、そのピアノ売ってちょうだい。ああ、カッコガリ乗っちゃう。あ、あの人がね、右手で左手持って、うん、厳しいっていう。これで卒アル映ってたんですか、はい、これでもうだから永遠に刻印された。そうですね。いや、だからそれで言うと、僕は高校1年生とか、お兄ちゃん高校3年生で。高3ですね。お兄ちゃん、その全然、そんな、その目立つようなグループに属してなかったんですよ。はいはいはい、はい。お兄ちゃんは。うん、でも、その体育祭で、そうやっぱりその、何かボケたいっていうのがあったっぽくて、で僕がその1年生やからその自分の席で見てたお兄ちゃんが障害物競争でバーって走ってきて、でなんかそのラムネがいっぱい置いてあって、ラムネ最後飲む方ラムネをバーって置いてある。そこでいきなりヒギって言ってラムネを口にやってこの机の上にバーって寝て、はい、で上向きながら加えたままラムネバーって飲んで、秘密の技と言い出してヒギって言って、だなんかなんか、いや、怖がられたんですよ、その、急にそんなことやったから。だから、その、なんか周りが見えてない感じだし、なんか、誰も反応してないから。で、その後、網のとこあるじゃないですか。ネットね、ネット。ネットのとこ、バーって行って、ネットで絡まるっていうボケしたんですよ。その、急に捕まったっていう。目立ってる子じゃないの。バーって、うん、捕まった。バーって絡まってたら、その隣の体育の先生が、はよ出るれって、ずっとお兄ちゃんに、めちゃくちゃキレる。はい。何してはよ出るれお前は。はよ出るれお前っていう体育祭の、僕もそれが僕のせいでピリピリしちゃった。もう僕もあんなに楽しかった。あんなに楽しい体育祭。いや、マジできついよな、弟からしたら。お兄ちゃんが、うん、その今まで、だから、まあ、周りに何か思い出を、思い出を残したかった。その、今までボケてこうへんかったやつが、急に体育祭で、ヒリとか言って。なんでそこでやろうとしたの?デビュー。ここかなって思ったんです、その。ここしかない、逆に。ここしかないと思って。はい。ただ、その、それもあって、あと皮膚もちょっと荒れてたんです、僕。ええ、あの、買い替えが多かったんで、うん、なんかその体育祭の日がマックスで皮膚が、買い替えて真っ赤なんですよ、皮膚が。もう、痒くて痒くて。そんな話だな、お前。だからその、こいつ照れながらやってるやんってなって、全員から。照れながらやって。緊張って言ったらもう笑わへん。そうそうそう。でもあんまり良くいい思い出はなかったですね。うんうん、今も昔もネットには注意ってことで、それでは MVP を決めたいと思います。ヤゴカツラ行きましょう。ヤゴカツラの人なの。カツラアキラザです。ザヤゴはザ
何やねんこいつ。ザ・アキラです。何やねん。おい、お前やりやってくれや俺と。時間がないや。俺とやってくれ一回。時間がない。一回さ。猿翁かお前。なあ、手ついてくれ両手。猿翁かお前。ガンプル四つだよ。サンクチュアリ例え。いいですか。いいですかじゃないですよ。それいいに決まってる。元気ですか。はい、元気ですよ。いや、じゃあもう最後の財津さんのやつおもろかったですけど、まあね、これ一生、いや一生というかこれ解決してないからな。確かに。ずーっと残ってるからな。うん、かわいそう。財津一郎ポーズで卒業アルバムずっと残ってます。アドマイヤミチノックさんにスカルプ D のシャンプー&トリートメントセットプレゼントおめでとうございまーす。引き続きメールの投稿お待ちしてます。以上、スカルプ D で洗い流したいでした。スカルプ D プレゼンツ。川島明の寝言。皆さんは育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？アンファーの2020年の調査では、その違いを正しく理解している人はわずか 6%。髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤。対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは発毛有効成分のミノキシジルを一般用医薬品として国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、続いてはこちらのコーナー、今週の本望願寺。頑張りましょう。私の同期で山形県住みます芸人のソラシド本望から送られてきた近況とスタッフが調べた天津向かいの近況を戦わせるコーナーです。はい、どちらがよりお笑い界に貢献しているか判定はミキのお二人お願いします。はい、お願いします。さあ、向井さんも本当に相当忙しい、はい、まあね、ちょっとトークでアニメ仕事がとか言ってましたけど、めちゃくちゃ順調なんですよ実は。やってんのはやってます、はい、忙しいですよね。ちゃんと忙しくしております。近況いただいております。もうこれ5月前半ゴールデンウィークとかが入ってきますので、はいはい、まあ、稼ぎ時だったんではないでしょうか。なかなか天津向井さんの近況です。5月4日ニューヨークが MC を務める番組ニューヨークジャックにちょっと待って、ニューヨークジャックの話多いな。はい、まあまあまあ出てたからね。出てたから出てたよ。いやオープニングもニューヨークジャック、ニューヨークジャックしか出てないよ。いや、出てる。M1 ぐらい視聴率あるんやろ。いやいやいや。M1 も言うやんな、はい、何週間もかけて。いや、そうですけど、ニューヨークジャック。ツイッターライブですから。それ初めて聞いてんけど、ニューヨークジャック。やってんのよ、ニューヨークが。そうなんすか。もとい。すいません。5月4日、はい、ニューヨークが MC を務める番組、ニューヨークジャックに日本の社長と共にゲスト出演。日本の社長。登場するなり意識から、植木おでんじゃないですよね、と言われた向井は、誰が植木総合研究所やと突っ込んだ。しかし植木総合研究所の植木はキューティー植木であり、植木おでんとは全くの他人。めっちゃ嫌だ、完全に間違えた。めっちゃ嫌なとこ見てる。いや、マジで間違えた。めっちゃ思って、めっちゃ間違えた、めっちゃ間違えた、はい、突っ込んで、あ、自分自覚がある、自分でバッと突っ込んでちょっとあって、あれ違うぞってなって、あれ、はい、アミバみたいな、あ、はい、間違ったかな、ね、覚悟はいいかって。お前や、お前だよ。いや、ここ一番売れられたくないとこやった。しかも本番中は誰にも指摘されそう、あ、いや、周りもなんかうっすら、あれ気づいてるみたいになってる。屋敷さんの気づいてますもんね。屋敷が、あーみたいな感じで終わったんよ。それうわ嫌なとこ見てんなこいつ。5月6日、はい、吉本有楽町シアターで天使向かいトークライブゼロと天井を開催、はいはい、ロングコートダディとマユリカをゲストに招いてそれぞれとトークした、はい、全員が揃う場面ではロングコートダディとマユリカが向かいを差し置いて4人で喋っていた。もう言わんでええや。向井さんのトークライブです、ね、俺のトークライブ向井とっていうやつね、うん、はい、向井とロングコートダディ主催は向井さん、そう俺です。向井さんが中心にならんとダンがこう、向井御殿踊る、向井御殿、はい、
ただまあ、家主がいなくても、ロングコーテッドマユリカでもやりやっちゃって。コーテンは賃貸やった。うん、だから、どっかのタイミングでも、4人でバンドやるみたいな話になって、俺本当いないことになってるじゃん、瞬間があった。それはちょっとあいつらに言うとね、それはあいつらも良くない。あいつらも良くない。まあまあ、ちょっとな。はい。先輩のイベントで。まさか MC が入れないという。入れない。それは良くないな。ほんまに。めちゃくちゃ下手くそな入り方した。俺も入っていいって言ったから。それは良くないですね。それはちょっとかわいそう。友達でも下手です。かわいい。友達でも入り方下手やな。た、ソラシド本坊さんの近況を参りたいと思います。本坊さんね。見てます。寝言。母の日だから何か送ろうと思ってドリップコーヒーを買った。コンビニでQR コードを買えばポストから送れるというシールを見つけたのでそれを買った。早速 QR コードをスマホで読み取るけどうまくいかない。よく見るとそれはメルカリ専用のシールだった。だから母さんにメルカリで売ることにした。母さんにメルカリのアプリのリンクを送った。母さんは買い方がわからないというので丁寧に丁寧に教えてあげた。母の日のプレゼントだから最低金額で出品した。すぐ違う人に買われた。そらそうやろ。そらそうやって。何々専用とかせんとすぐ。そうやね。そうなんや。お母さん専用とか。問題なってんねこれ。そう。ガンジの母専用とか入れといけばまだちょっとこうしてきた。ただただ安いコーヒー。めっちゃ安いやんってなってるから向こうの人。いや、そりゃそうやな、向こうの人。ありがたい話。ありがたい。3000円くらいすんのちゃうのが多分100円とかでめっちゃあって、パパンって買われて。もう出したと同時に。ああ、そうなんや。母の日。母の日。これが本坊の母の日でした。さあ。対決の結果をね、はい、ちょっと期待したいところでございますね。ね、仕事は心温まるね、両者のエピソード。いやいやいや、温まったかな。ハートウォーミングでした。うん、判定お願いします。じゃあ判定は、本坊さんで。本坊ガンジの勝利です。いや、なんか、ギターソロ、これ、こっち、いや、もうええよ。エンディングソング、まさか、入りましたね。このギターソロは。これは、いや、別に、いや、これ、巨人師匠のギターソロちゃうでしょ。巨人師匠が弾いてるわけじゃない。弾いてる、でも、このギターソロは、大阪ロンリーツナイト。うわぁ、入れてくれた。島明の寝言5月のマンスリーテーマ。え?1 ヶ月?そうです。ヘビール。あ、いい声です。いや、いい声なんですよ。じゃ、この歌ほんまいいんですよ。いや、ほんまカップリングって知らんかった。知らんかった。俺ら、アルバムを僕らそれもらってるんで。あ、そっちに入ってる。そうなんですよ。これエンディングテーマなんで。エンディングテーマなんで。いいエンディングテーマですけど、ぴったりめっちゃいいよね。はい、ぴったり。ラジオっぽくでいいわ。本坊ガンジさんの勝利でした。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言、アットマーク、tbs.co.jp。寝言のスペルは NEGOTO です。いや、歌に釣られる。番組ホームページや公式ツイッターアカウントでは、スタジオの様子などの写真もアップしています。そうそう、ツイッター連動キャンペーンも実施中。番組のアカウントをフォロー。そっちに持っていかれないでください。ちょっと残るな。名曲好きで引っ張られる。引っ張られへんって。大事なとこやねん、これ。番組のアカウントフォロー&リツイートしてくれた方の中から抽選で毎週1名様にスカルプ D のシャンプー&トリートメントボトルのセットを差し上げます。今週は5月27日土曜日までにリツイートお願いします。お願いします。そして川島明の寝言はポッドキャストでも配信されます。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。はい。ミキのお二人からはいお知らせがあるということで。ありがとうございます。今年も開催させていただきます。はい、全国ツアーミキマン2023ということで、はい、7月から11月にかけて全国10都市で公演しております。すごいね。はい。いろんな各地地方行きますので、はい、最終日11月21日は浅草公会堂で、はい、東京で帰ってくるという公演もありますので、はい。東京から始まりってことですか?東京から始まり、東京で終わりということで。東京、岐阜、和歌山、はい、鳥取、神奈川、山梨、宮崎、青森、栃木、大阪、そしてまた東京。はい。うん、はい、詳しくはなんかあのホームページあります。鳥取は、まあ、広島近いっちゃ近いね。そうですね、中国地方なんで、うん、全然ゲストとかあれだったら全然、はい、僕広島出身なんで、ね、全然中国地方行くわけ、はい、ということでその辺は、はい、いつですか鳥取だけ日は抑えますが、あ、まだ決まってないです、はい、鳥取だけ。あ、じゃあ合わせやすいな。ね、全然、そうか。じゃあ一緒の日、LINE グループ作ろうか。ずっと喋ってる。ありがとう。よし、鳥取です。喋れてるような、喋れてないような、喋れてるような。向井の喋ると巨人賞の歌声しか言わない。
聞こえないラジオ。すごい時間でしたね。すごいコラボ。ガチンコ漫才度。ラップみたいな。ガチンコ漫才度。これがガチンコ漫才度。いや違う。何年ぶりにコラボ。コラボでした。ありがとうございます。はい、イキマンよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手はキリンの川島明と天使向井と三木の昴生と亜生でした。See you next シャンプー。ドラゴンエリカです。これからさらに加速するであろうベンチャー企業に注目するブースト、毎週月曜午後7時30分頃からアフターシックスジャンクション内で放送中です。ポッドキャストもやってます。ぜひ聞いてください。こんにちは、シントンレッドリスタです。花田美代です。火曜の夜9時からは GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園。この番組は経済に詳しい先生をお迎えし、私たち生徒が投資、トレード、経済を学ぶ学園です。資産12のの資産運用。 YouTube でも配信中。 TBS ラジオ。お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz、TBS ラジオです。8時をお知らせします。